こんばんは、シャケです。今日はあれですね、また奥さんを迎えに行こうかなと思ってるんですけど、今日ちょっと給料日で給料日でめっちゃ給料日からの音楽制作のソフトウェアがなんか今めっちゃセールで買おうかめっちゃ悩んでる鮭です。マジでどうしようかなっていう感じです。なんかダヴィンチリゾルブのそのソフトを買うっていうのもめっちゃ悩んでるんで、まあ今日も奥さんの仕事場まで行って一緒に帰ってくるっていう感じですね。明日はまた奥さん休みなんで、一緒になんかどこか行くんかな、ちょっとまだプランはないですけど、まあちょっとまあ話し合いながら帰りたいなと思います。今またあれですね、テンペニスの駅に到着しました。よいしょ、とりあえずテンペニス着きました。ここからあれですね、またパサリスまで一駅なんですけど、なんかどうやら夜間撮影のにじみが出る条件っていうか、にじみが出やすいっていう感じの設定が、なんか 4K だとスローを使わないんだったら24fps で撮影した方がやっぱあれですね、にじみ出ないですね、夜間撮影だと。ちょっとこの GoPro のなんかアタッチメントとかちょっと欲しいなとか、マイクとかねちょっと欲しいなとかって思うんですけど、でもなんかそのお金があるんだったら音楽にお金かけた方がいいかなと思って、ね、撮影にお金かけてすぐにお金が発生する状態だったら全然撮影にお金かけてもいいんですけど今どっちかっていうとお金が発生するのはどっちかっていうとっていうか、全然あれなんですけど、音楽の方がお金が発生するんで音楽の方にお金かけたいなと思ってる。階段で GoPro の手ぶれチャレンジ、 GoPro の手ぶれチャレンジ、ね、みんな早く下れないっていうシンガポールの人って階段苦手なのかな、なんか階段下るの早い人ってなんか少ないんですよ、ね、というわけで今日もあれですね、ホワイトサンド着きました。いつもただ入るだけなんで、今日はちょっと三脚立てて撮影してみようかなと思って、朝てか奥さん迎えに行くときはいつもこんな感じで迎えに行ってますね。一応周辺がこんな感じ、周辺がこんな感じなんで、でこっちが駅です。
違う。もうすぐ駅近です。こっちになんかマックとか、マックじゃないか、なんか飲食店が、テイクアウト系の飲食店が。この三脚マジで便利だ。めっちゃ伸びるんだ。今 GoPro つけてあれなんですけど、三脚めっちゃ伸びるんですよ。ちょっと待って、こんな感じでめっちゃめっちゃマイクスタンドみたいな感じでめっちゃ伸びるんで、めっちゃ気に入ってます。スマホのマウントで普通に装着できるんでめっちゃいい感じです。あとはなんかそのこれを固定するこれを固定するなんかハンドルみたいなのがあるんですけど、それがなんか歩いてる時になんかボコン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 なんか変な音が鳴るんでそれがちょっと難点かなって思う。やっぱそういう時にちゃんとね、 GoPro の、 純正のなんか三節孔みたいな、なんか自撮り棒があるんですけど、そういうのやっぱ使えばいいのかな。なんか子供の遊べるなんかバウンスバウンスバウンサーみたいな。あっちがあれか。よいしょ。なんか歩くの早いお姉さんが。私の後ろをストーキングしてたんで。よいしょ。そろそろあれです、奥さんの職場です。これ今4階か、4階から映してるんですけど、シンガポールのショッピングモールってだいたいこんな感じの作りで、真ん中が吹き抜けになってるパターン、こんな感じで吹き抜けになってます。こんな感じで1階まで抜けてる感じですね。はい、ちょっと今色味の設定を変えてます。こんな感じでなんかちょっと色が濃くなった。強くなった。さっきよりコントラストが強くなってめっちゃ色が鮮やかな、ちょっと実際の目で見るよりはちょっと濃いかな。こんな感じ。シンガポールにもちゃんと UFO キャッチャーあるんですよ。結構ガチャガチャとかあるんですよ。日本文化が結構シンガポールの人は日本の文化好きなんで。ちょっと早く着きすぎちゃったんでちょっとまあプラプラちょっとプラプラ歩いてます。はい、ちょっと暗めなんですけど、奥さん待ってるの暇だったらちょっと買い物してきました。地下1階にシンガポール名物のスーパーがあるんでちょっと暇なんで開封っていうか買ったものを紹介します。これがあれです、ね、奥さんのお母さんのお土産でフェアプライスのブランドののり塩ですね。のり塩チップス。これがあれです、ね、息子のお菓子ですこれも息子のために梨、台湾。これちょっとだけ高かったですね。400-500円ぐらい。台湾ピア梨です。台湾の梨です。で、これがずっと奥さんのお父さんが毎朝飲むコーヒーです。安かったら買っちゃいました
で、これが、あの、帰った後に飲む。NW ですね。NW の、ルトビア。ちょっとしか買ってないですけど。まあ、こんな感じで、あの、家帰って、ちょっと楽しみたいと思います。好きな？お金ないやな。これアルバイ？プチプチプラ。今日もバザーがテンテニスでやってます。ナイトバザーで。レバブもあります。何食べる？ラーバーガー。いいよ。お父さんも食べるかな？どれ知らんです、どれオーダーしていい知らんです、おたおたもあるやん、おたおたもあるやん、おたおたお母さん食べできる、お父さんはマレーシアの言葉何が違うの？これだから CB あるよ。ああ、です。チップスハウスタイル。はい。マジャ。ありがとう、パパ。はい。おっ、気をつけてね。本当にこれ捨てて、もう。フリージ入れて明日も食べできるでしょ。いいよ。はい。足りないよ。ビデオする。よいしょ。さっき知念の顔見てこないです。あ、そう。知らないんで。なんで？ずっとの男なんか伝えに来るで店の伝えにスマスマするわね。張り切った。知念は教えて。はい、ヘビングアテウェイのことはね、彼まだ何も教えてないや、も教えて。ナンバー8。チンスのその男を見て顔を見て嬉しいで、死んだ家の顔見てこない何で分かるの彼の顔見て喜んで面
3回もバックで物やる、うん、張り合い見てできるザーネンバックだとさ物やるから、うん、私たち アキテラからとお姉ちゃんの、うん、私のうるさいの男の妻、はい、もあるから上のちあやとそのうるさいのとこでいつから妻になるの。だって彼ら2人同じ仕事場所で同じうるさいだから彼と彼女でファイトある？絶対あるよねうるさいとうるさいだから同じだ本当に なんでそんなマグネットないの？カップルになるないの？なんかそのうるさいのとこ今もポピュラーでペパナシもポピュラーしてるなんで、なんでなんかミステリーショップあるだから、うん、もらえれこするか、うん、ミステリーショップであるね、うん、あ、来るとみんなレビューか。いやだなんかレビューする彼らのレビューしてて、あんたわかるか、あんたの、うん、に来るこから来るどこのカンパニーかなー、うん、いろいろクエスチョンと、うん、なんかそのレンダーも、うん、どれくらいでしょ、うん、でも肉少ないで、うん、かあその人石の男か女でそのシッカーショップに教えて、うん、なんでエドラはこんな少ないの、うん、とあ少ないのにと彼を教えて、うん、エドラだから何欲しいの、そのくらいだでみんなでなんかレビューするなんか、うん、ボスたち全部もう知るでなんか彼もポピュラーになるで今 , 笑ってのものなってダッサーでマジで場所がない。エドラだから何欲しいのお前他肉なんか少ししかないのかな、うんもし彼はいいの、はい、アンサーあるなんか、はい、俺たちのクオリティめっちゃいいだから、あこととか、まだ大丈夫けど、これはね、けど俺は何欲しい、当たり前このくらいだ、ゲット。彼のせいは、ちょっとレビューはローなるか。なんか彼ポピュラーになるんだけど、この男、分かるか、彼らに教えて、なんか。知らぬ人も彼分かるとあマネージャーからは全部口、はい、口行く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 運命ですね、うん、しょうがないわ彼ずっとポプレになりたいしもうポプレになるわまあこんな感じで先輩に行くから家帰ります。長いエスカレーターを上がっていきます。どけえなあとはどういうの近いしないでは。なんでは。おないでは。来るわ。おないでは。おだらっちゃうよ。うぅ。おだらっちゃうよ。着いた。やっと家です。あれ家じゃないや。11時です。11時17分です。森重。はい。森重じです。森重11時です。うん。月が綺麗ですね。星は見えないね。1しか見えない一番星見つけた。暑かったよいしょ。こんな感じで今日も、うん、帰って寝ます。お腹減ったね。明日はゆっくり休んで。私休み。はい。暇あったら、まあ、お出かけします。元気だったら。こんな感じで。お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。